こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、毎日ね、86,400 円がね、振り込まれる口座があるとしたら、皆さんどうでしょうかね。欲しいでしょうかね。この話ね、すごくね、有名な話で皆さんご存知だと思うんですけど、86,400 円。毎日ね、平等に誰にでも与えられる、そんなね、振り込まれる金額っていうことで、これね、時間、1日24時間のね、時間を、1円をね、1秒と換算すると、86,400 秒あるんで、それをね、1秒をね、1円と換算すると 86,400 円っていうね、そんなね、口座を皆さん持っているっていうようなね、そんな話で、結構ね、聞いたことあるって方もね、ご存知だと思うんですけど、もしね、それ本当にね、お金として、毎日ね、自分の口座に振り込まれる。ただね、これ一つ条件があって、これがね、また、その日が終わると同時にゼロになってしまって、また同時に 86,400 円振り込まれる。86,400 円ね、なくなる前にね、使い切らなきゃいけないっていうことで、そうするとね、皆さんね、お金だと思うと結構ね、何に使おうかな、あれに使おう、これに使おうみたいなね、自分のね、欲しいもの買ったり、ゲーム買ったりとかね、いろいろね、誰かにね、プレゼントをするために何か買おうとか、中にはね、パチンコとギャンブル行こうみたいな、そんな風にね、思う方もいらっしゃるかもしれないし、飲みに行こうとかね、何か美味しいもの食べようみたいなね、そんな風にね、いろいろね、多分ね、お金だとしたら考えると思うんですけど、これをね、時間に戻してしまうと、全くね、考えない、意識しないって人がね、多いんじゃないでしょうかね。またね、やっぱりね、時間はね、有限っていうこともね、忘れて日々ね、過ごしてないかな、なんてそんな風にね、思います。もしね、これね、お金に換算して、今ね、自分がやっていること、例えばなんですけど、2時間ね、スマホのゲームとかね、YouTube ね、ダラダラ見てしまったら、2時間見てしまったら、いくらかわかりますかね。7,200 円。そのね、時間、もうお金に変えたら 7,200 円使ってしまったっていうようなね、そんな感じで、例えばね、自分半日ね、2度寝してゴロゴロしてて半日潰してしまったっていうとね、なんとね、12時間 43,200 円で、時間をね、43,200 円でお金に換算するとなんですけど、自分のね、時間をね、使ってしまった、結構大きなね、金額だなーなんて、そんなこともね、思ったりします。ね、自分のね、この動画毎日10分ぐらいなんですけど、約600円、皆さんがね、もし最後まで見てもらってるんでしたら、600円のね、時間をね、皆さん自分にね、使ってもらってるみたいな、そんなことをね、考えると、600円分のね、自分の動画の価値があるのかなって、そんなこともね、思ったりして、なんかね、なのでね、そのね、時間っていうのはね、有限、人はね、 100% もう死んでしまうっていうのはね、もう決まっていることなので、そのね、時間っていう限られた時間の中でね、何をね、すればいいのかっていうのはね、ちょっとね、考えていかないといけないな、なんてそんなこともね、自分自身でね、このね、86,400 円のね、口座、時間、そのね、話を聞くとね、改めてね、思います。いつもね、時間のね、は命だっていうようなね、そんな風に思っているにもかかわらず、自分もね、結構ね、ぼーっとした時間とかね、なんかね、スマホでね、ダラダラ、TikTok とかそんなのを見てしまったりとか、そんな時間っていうのをね、本当にね、こうやってお金に換算する、1円をね、1秒と換算すると、本当にね、大きな、金額っていうことでね、それがね、本当に自分のね、価値にね、自分のためになるものかどうかっていうのをね、それをね、今一度ね、考え直す。もしね、自分がね、その時間、価値がある時間だったなと思う人はね、すごくいいと思うんですけど、もしね、無駄な時間過ごしちゃったな、2時間 7,200 円損しちゃったなみたいな、そんな風に思うって、それにね、気がついたっていうことはね、本当にね、大きなことなので、じゃあ次はね、その2時間をね、もっと大事に使おうとかね、そんな風にね、思えると思うんで、本当にね、時間っていうのをね、意識して、いければなぁなんて、そんな風にね思います。はい、じゃあね、1日86,400円、皆さんだったらね今一度何にね使うか、まあちょっとね考えてみて、まあ例えば2時間勉強したって言ったらね、その2時間分 7,200 円のね、まあ、価値があったかどうか、その勉強のね価値があったかどうか、そんな風にね思いながら、ちょっとねまあ時間とお金をねなんていうんですかね、絡み合わせっていうか、そういうふうにね思うと、なんかねお金にすると皆さん大事にね使おうと思うんで、そういうふうにね考えながら大事にね時間を使っていければなぁなんて、そんなふうにね思いました。はい、ではね今日は皆さんに、ね、もしね 86,400 円の毎日振り込まれる口座があったらどうしますかっていうことでね、まあ、1日24時間、まあ、86,400秒っていうようなね、そんな話をしました。はい。ではね、今日の話が良かったなって方はグッドボタン、またはね、チャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。はい。では、今日も最後まで動画をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてる、ついてる、ついてる。ありがとうございます。